はい、今ねジム行って帰ってきたんですけど、じゃんとこれ何か分かりますかね。バーガーキングがですね、今なんだっけ、バーベキューワンパウンダーっていうやつをね、ワンパウンダーシリーズの、ちょっと汗が止まんない、ワンパウンダーシリーズの新作を出したんですよ。ということで早速ね買ってきました。ということでね、今日はこれをいただこうと思います。まずね、ポテトとワンパウンダー、それとあとはウーロン茶ですね。このバーガーキングってこのリフィル、このなんていうの、蓋してくれるからね、いいですよね。こぼれづらいっていうか、パコって上からはめるタイプってよくこぼれるんでね、ちょっとね熱いんで、まずはウーロン茶から。あ、美味しい。いや本当はね、今日はコカ・コーラゼロをね飲もうかなと思ったんですよ。シュワシュワしたいと思って、そしたらね今コーラの機械壊れちゃってコーラ出せないんですよって言われて、そんなことあると思いつつね、じゃあウーロン茶でいいです。はい、でじゃじゃーんと、はい、これがねちょっとステッカーあるんで、ステッカーもらったんですよ。これビッグバーベキュービッグバーベキューザワンパウンダーっていうね、ということでこのビッグバーベキューザワンパウンダーいただきたいと思います。美味しそう。香りがねすごくいいです。ベーコンとかも入っててね、このベーコンの香りが結構強いんだろうな。ということでいただきます。肉の味がすごい強い、でも味付けは結構甘めですね。肉とピクルスとベーコン、っていう感じ。もう肉、美味しい。なんか今までのワンパウンダーって結構その脂っこいっていうか、チーズがすごい入っててね、脂っこいって印象ありますけど、これはねそこまでじゃなくて結構さっぱりしてる。まあさっぱりしてないんだけどね、絶対にヘルシーではないんですけど、今までのやつと比べるならヘルシーな感じしますね。トマトも入ってた。結構好きかな。なんか普通のハンバーガーっていうか、ワッパーの正当進化っていう感じの、こういう味がしますね。今このでっかくなるのが進化なのか開花なのかよくわかんないですけど、美味しい。まあワンパウンダー1パウンドってね 500g、なんでまあ1個 500g なんですけど、これ全然あれだね、大食いのね大会というか、その食べ放題のイベントとかよくやってますけど、このバーベキューだったら
まあ2個は余裕でいけそうだなっていう感じがします。うん、前のねイエティの時はもう油がねこれ滴っててべっちょべちょになってたんで2個食べるのがきつかったんですよ。全然1個余裕で食べられるから、うん、結構バーベキューソースの味も強いからなんか味が少なくて食べづらいとかそういうのもないですね。美味しい。ただモソモソしてるからね、あの舌じゃない顎が弱い人とかだと食べるの疲れちゃうかもしれないですね。うん、まあ僕はね顎めっちゃ強いんで、うん、全然余裕ですけど美味しい。うん、あ、見て、あの前のね食べたやつ、ちょ写真残ってたら写真アップしますけど、写真貼っときますけど、前のやつはねこの髪が油まみれになってたんですよ。もうぐっちゃぐちゃなんですけど、まあ、多少とソースで手がねベタつくぐらいで、うん、全然油とかまみれてないんで、だいぶカロリー前のイエティとかに比べるとカロリーだいぶ少ないんじゃないかな。うん、ごちそうさまでした、うん、なんか全然油もにじんでないですよね、うん、素晴らしい。ちょっと手を洗ってきます。うん、美味しかったです。まあね、あの昨日今日確かね7月の11だか12に開始っていうことなので、まだまだね売ってる期間はあると思うんで、まあその大きいバーガー大好きな人とかバーガーキング大好きな人はですね、ぜひ行って味を確かめてみてください。うん、うん、美味しかったっていう感じで、バイ。